初めてだった。結構僕学生時代から見た目的に運動神経いいでしょって言われてきたんだけど、マジで運動神経悪いんだよね。おお、まず顔の問題だね。顔が残れば受けると思うけど。これは運動音痴じゃないんじゃないか。おお、いいね。おおお、飛んでるね。初めてバッティングセンター面白かったわ。4回目ぐらいですか、当たったことないですからね。球を動かさないっていうのがめっちゃすげえな。おお、いいね。ヒット、内野フライですね。はい、完成。エビフライですね。アジフライ。おお、当たりました。130キロ。というわけで運動音痴のユウスケの検証動画でしたけど、なかなか良かったですね。意外に当たったからね。じゃあねー。